ドイヒオーギリ、こんなチーズは嫌だ。普通の犬じゃなくてドーベルマンタイプ。可愛らしさが一気なくなったな。めちゃくちゃ強くなったのでバイキンマンも倒しちゃう。もうアンパンマンいらず主人公だよ。こんなチーズは嫌だ。顔が食べるチーズになっている。もう犬のキャラクターでもなくなった。さらには避けるチーズ、顔真っ二つで怖すぎる。こんなチーズは嫌だ。普通に日本語ペラペラ喋る。俺マジ強えっしょって調子乗ってるタイプだな。だけどすぐバキマンにやられてるな。調子に乗っちゃうからだよ。こんなチーズは嫌だ。顔濡れたアンパンマンにドッグフードぶつけるだけ。なんでそんなことすんだよ。新しい顔投げろよ。新しい顔は食べるからに決まってるじゃん。食べるなよ大事な顔を。ドイヒオーギリ、こんなメトロイドは嫌だ。大砲のところから歯磨き粉が出てくる。攻撃じゃないのかよ。すごい量出るから歯ブラシから溢れる。こんな大量の歯磨き粉口に入れたら気持ち悪くなるよ。こんなメトロイドは嫌だ。狭いところを丸くなって通るんじゃなくて顔と足だけになる。体と腕捨ててくんじゃないよ。だけど強いよ。こんなキック絶対弱いよ。こんなメトロイドは嫌だ。鎧は全身じゃなくて頭だけ。こんなの全然守れないじゃないか。そこまで言うんだったら長くしましょう。長くしても強くならないから。こんなメトロイドは嫌だ。腕にトイレットペーパーつけてる。武器をつけろ武器を。トイレットペーパーがなくて困ってる人を助けるヒーロー。なんだよその地味なヒーローは。ドイヒオーギリ、こんなケツアゴは嫌だ。ケツがあるなら足生える。こんなとこから生えたら気持ち悪すぎだろう。ちゃんとパンツは履かせよう。こんなとこに履かせなくていいよ。こんなケツアゴは嫌だ。ケツアゴが開いて歯がついている。もうバケモンじゃないかよ。ここからお野菜食べれるよ。ヘルシーだな。こんな口なら肉食い肉。こんなケツアゴは嫌だ。ケツアゴ一つじゃなくて二つある。二つもいらないよ。ちゃんとパンツ履かせましょう。履かせなくていいからより恥ずかしい。こんなケツアゴは嫌だ。ケツアゴあるならケツいらぬ。絶対いるよ。ケツなかったらうんちどうすんだよ。もちろんここからするでしょう。顔についちゃいそうで汚いな。ドイヒオーギリ、こんなしゃくれは嫌だ。顎が出てるんじゃなくて逆しゃくれ。逆しゃくれってなんだよ。すごい状態になってんな。仕方なく顔はハゲの方に。ハゲてないと困るんだね。こんなしゃくれは嫌だ。しゃくれがどんどん伸びていって意識を持ち出す。もうバケモンじゃないかよ。そのうち顔はハゲの方に行って体は切り離す。もう違う生き物になっちゃった。こんなしゃくれは嫌だ。しゃくれの角度がきつすぎる。もう折りたたんじゃってるじゃないか。顔は仕方なくハゲの方に。すぐハゲの方に行きたがるな。こんなしゃくれは嫌だ。しゃくれの形が輪っかになって電車とかで掴まれる。顎を掴むんじゃないよ。そのうち釣り革の仕事になる。こんなの仕事にするんじゃないよ。ドイヒオーギリ、こんな火の神鉄砲弾は嫌だ。鬼の体力めちゃくちゃ多い。こんなの倒すのめちゃくちゃ大変でしょうか。しかもダメージ食らっても回復しちゃうからね。そんなやつ絶対倒せない。こんな火の神鉄砲弾は嫌だ。技を出すためのコマンドがめちゃくちゃ大変。こんなの順番に押してたらめちゃくちゃ時間かかる。だからこれを押してる間に弱攻撃でやられる。必殺技出せないじゃん。こんな火の神鉄砲弾は嫌だ。じゃんけんで戦う。運勝負かよ。そんなの楽しくないな。でもダメージ量はめちゃくちゃ少ないよ。何回じゃんけんで勝たなきゃいけないんだよ。こんな火の神鉄砲弾は嫌だ。刀だから切れちゃったら一撃で終わり。剣の攻撃食らえないのかよ。でも剣が折れたらもう負け確定。折れちゃったらもう素手だもんね。ドイヒオーギリ、こんなマイクロアップデートは嫌だ。村人がアップデート。どう見たってダウンしちゃってるよ。こんな見た目でゴーレムより強いよ。もうバケモンじゃん。
ゾンビの方がよっぽど村人。こんなマイクロアップデートは嫌だ。あたり一面 TNT。 爆発したら終わりじゃないか。爆発したら処理追いつかなくてパソコンも爆発。恐ろしすぎる世界になってた。こんなマイクロアップデートは嫌だ。アップデートでカエル登場。めちゃくちゃでっかい。村人よりもとてつもなくでかいな。さらに村人食べちゃうよ。こんな可愛い見た目してもうバケモン。こんなマイクロアップデートは嫌だ。新しいゴーレム、豆腐ゴーレム、すぐに崩れちゃう。これじゃあ村なんか守れないよ。だけど醤油かけて食べたら美味しいよ。食べたくないから。どいし大喜利。こんな消防士は嫌だ。火は吸い込んで消してしまう。ものすごい能力だな。だけど体の中から燃えてしまう。これじゃあ火消したくなくなるよ。こんな消防士は嫌だ。水の量がめちゃくちゃ少ない。ホース使えよ。なんだよこの器。ねるねるねるねについてくる水の器。こんな器で火消せるわけないだろう。こんな消防士は嫌だ。ホースで水かけてたら勢いで自分が吹っ飛んでく。どんだけ力ないんだよ。水で鉄砲の勢いでも吹っ飛んじゃう。弱いところの騒ぎじゃねえ。こんな消防士は嫌だ。もうふんどし一丁。火に対してふんどしって危なすぎだろ。火が燃え移ったせいで剥げました。危ないな。ちゃんとした服着れよ。どいし大喜利。こんなロケットランチャーは嫌だ。ロケットランチャーがちくわだ。食べ物じゃん。ロケットランチャーじゃないじゃん。中からチーズを出すよ。ただのちくわじゃなくてチーズちくわだった。こんなロケットランチャーは嫌だ。ロケットランチャーの玉が豆腐。当たったら砕けちゃう。いやカチカチ豆腐。こんなのもう豆腐じゃないよ。こんなロケットランチャーは嫌だ。ロケットランチャー食らったらおならが出るだけ。攻撃力ないのかよ。ダメージ与えろ。だけど臭いおならでやられてく。そんな攻撃方法嫌だな。こんなロケットランチャーは嫌だ。口からゲボ玉出してくる。自分の口からロケットランチャーかよ。そして汚いな。一回ロケットランチャーの玉を食べてからのゲボ玉。ロケットランチャーの玉食べれないよ。どいし大喜利。こんなハロウィンは嫌だ。お菓子をもらおうとしたらおじいちゃんが口から飴を出してきた。汚すぎだろ。舐めてたやつ出すの。だけど食べてた。ポテチ出すよりはいいでしょう。ポテチよりはマシだけども飴でも嫌だよ。こんなハロウィンは嫌だ。仮装するのめんどくさいから文字だけ。これの何が楽しいんだよ。お菓子さえもらえれば別になだっていいでしょう。演奏も楽しもうよ。こんなハロウィンは嫌だ。ハロウィンは硬いカボチャをぶつける大会。恐ろしい競技になってんな。カボチャでビクロイ取れるかな。スナイパーにやられて終わりだよ。こんなハロウィンは嫌だ。お化けじゃないよ、ハンペンだよ。なんでハンペンのコスプレ選んだんだよ。他にはこんにゃく、大根。おでんのお祭りなのかな。どいし大喜利。こんなイカゲームは嫌だ。動いてるのが見つかっちゃったら撃たれる。一緒に後ろの人たちも。後ろの人たち動いてないのに。なんなら TNT で周りの人たちもバカ。関係ない人巻き込みすぎだから。こんなイカゲームは嫌だ。だるまさんが転んだって言わずに振り向いてくる。これじゃあいつ動いていいのかわからない。さらに後ろに目がついてて動けない。こんなの一瞬動けないじゃないか。こんなイカゲームは嫌だ。下がローションでツルツル滑って止まってられない。こんなん誰一人止まってられないじゃない。だったら空飛べばいいんじゃないの。当たり前に飛べてるけどみんな空飛べないから。こんなイカゲームは嫌だ。普段はメガネかけてるのに今日は忘れちゃったから動いても見えない。ロボだからメガネとか関係ないから。近くはよく見えるからアウト。近くでも見えなかったらやってる意味ないもんね。どいし大喜利。こんなイカゲームの肩抜きは嫌だ。肩抜きがめちゃくちゃ難しい。詰めようかな。こんなのうまく抜けないよ。他にはカブトムシだってあるよ。こんなの世界で一人もできないよ。こんなイカゲーム肩抜きは嫌だ。ドリルを使って肩を抜く。こんなの速攻で壊れちゃうよ。だったら乗り物で。これも速攻で壊れちゃうよ。こんなイカゲーム肩抜きは嫌だ。肩抜きではなくて髪抜き。なんだよ髪抜き切って。髪を抜くんだよ。何のために。髪の毛抜いて形を作るんだよ。めちゃくちゃ大変な作業だな。
そんなイカゲーム、肩抜きは嫌だ。肩抜きのやつがダイヤモンドでできている。ダイヤだったら肩抜くことできないじゃん。ネザライトのツルハシ使いましょう。思いっきり割れてるじゃん。これならアウト。ドイヒおぎり。こんなピクミンブルームは嫌だ。アプリをずっと放置してたらピクミンが枯れちゃってやられる。悲しすぎだろ。30分放置したらアウトだから。ルールが厳しすぎる。寝てる間にアウトだよ。こんなピクミンブルームは嫌だ。歩けば歩くほどピクミンがパワーアップ。もうバケモンみたいな見た目だな。より歩けばよりパワーアップ。武器とか付け出しちゃった。こんなピクミンブルームは嫌だ。歩けば歩くほどピクミンの植物が成長して花になる。こっちの花かよ。この花にはならないで。だけど鼻くそくれるよ。そんなのいらないから。こんなピクミンブルームは嫌だ。街を歩いてピクミン見つけてボールでゲットする。完全にポケモン GO じゃないかよ。ピクミンいろいろ集めてジムリーダーと戦う。完全にポケモンじゃないか。ドイヒオオギリ。こんなポケモンダイヤ&パールは嫌だ。ポケモンの顔すべてがおじいちゃん。めちゃくちゃかっこ悪くなってるな。だけど口からレーザービームを出してめちゃくちゃ強い。強くても見た目がかっこ悪かったら嫌だよ。こんなポケモンダイヤ&パールは嫌だ。地下大洞窟にはコインがいっぱい。これってマリオじゃないの。土管に入れば先へと進めるよ。やっぱりマリオだ。こんなポケモンダイヤ&パールは嫌だ。スーパーコンテストショーはスタイルの良さを競う。ムキムキになって気持ち悪い。毎年カイリキーが優勝。ムキムキポケモンには勝てないな。こんなポケモンダイヤ&パールは嫌だ。最初の3匹めちゃくちゃ年寄り。こんな年寄り誰も使えないでしょ。だから最初の3匹どれも選ばない。だから若いやつ用意して。ドイヒオギリ。こんなクリスタルピカチュウは嫌だ。クリスタルベトベタ。これなら買う人いなさそう。たけしクリスタルはもっと人気あるキャラにしてよ。こんなクリスタルピカチュウは嫌だ。立ててたらすぐ倒れる。そして折れる。せっかく買ったやつが。だけど逆さだとなかなか倒れないよ。なんでこっちの方がバランスがいいんだよ。こんなクリスタルピカチュウは嫌だ。豆腐ピカチュウ。こんなのすぐに壊れちゃう。っていうかもう壊れてる。お醤油かけたら美味しいよ。食べようとしてんじゃないよ。こんなクリスタルピカチュウは嫌だ。枕にすると寝心地いい。いいわけないでしょう。だけど硬いから後頭部の形変わるよ。やだよ、こんなガタガタにやっちゃうの。ドイヒオーギリ。こんな銀河団は嫌だ。下っ端が伝説のポケモン使ってくる。こんなの下っ端じゃないよ。しかもレベルマックスで何体も出してくる。もうラスボス以上に強いじゃないか。こんな銀河団は嫌だ。ポケモンバトルじゃなくて普通に襲いかかってくる。もう何でもありかよ。こっちはかわすしかできません。やり返せよ、攻撃されてんだから。こんな銀河団は嫌だ。格好がめちゃくちゃダサい。こんなの悪役に見えないな。マヌケ役だよ。だったらこっちの方がいいか。こんなのただの変態じゃないか。こんな銀河団は嫌だ。野生の銀河団は捕まえることができる。野生の銀河団って何なんだよ。進化することだってできるよ。髪の毛しか進化してくれないのかよ。チャンネル登録よろしくお願いします。